それではご登場いただきましょう。つばめし PR 隊長、東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクターでもございます、つば九郎の登場です。カメラを構えていない方は手拍子なんかね、してもらえれば。はい、出てまいりましたよ。そうです、足元を確かめながらゆっくりと、どうもよろしくお願いいたします。さあ、ステージにご登場いただきました、つば九郎でございます。ちょっと待って、落とし物誰の携帯電話。おい、俺の携帯。そこで置いてただけ、落とし物じゃないよ。机の上に置いてた俺の携帯、落とすな。雑に扱うんだから人の携帯電話。私のですよ、ありがとうございます、さあご登場いただきました、東京ヤクルトスワローズのつば九郎でございます。さあ、実はね、つば九郎今日はね、忙しい一日なんです。この大河津分水をですね、管理しております信濃川河川事務所の一日事務所長に今日は任命ということで、まずはその就任式を行わせていただきたいと思います。そうなの？聞いてなかったの？どういう流れで今日大河津分水っていうか、つばめに来るって聞いてたの？事前には。就任式の話伝わってなかったのかな。うん、横浜に来て、まあ、気になるよね。確かに気になるところではあるけども、最近横浜も強いからね。行きたいところですけど、就任式の話は伝わってなかったのかな。まあ、でもまずは就任式行っていただいて、どういったことをしていただくかご紹介いただきたいと思います。それではこの大河津分水を管理しております信濃川河川事務所の一日事務所長就任式ということで、この信濃川河川事務所長今井誠様にご登場いただきましょう。今井さんどうぞ。あ、じゃあ今井さんにもマイクを一本こちらを。はい、はい、ではまずは今井様から皆様に一言ご挨拶をお願いいたします。はい、信濃川河川事務所長の今井です。今日はつば九郎にこの大事な、大河津分水100歳の誕生日にしっかり PR をしてもらうべく、一日事務所長をお願いしたいと思います。まあ、聞いてなかったという話ではありますけれども、そうですね、しっかり横浜行きたいと言ってましたからね。うん、はい、ということで、その一日絵を描くな今井さんの。この時間でずっと今井さんの似顔を描いてたの。あ、すごい、今井さんつば九郎のサイン入りで似顔絵を。すごい。どうぞどうぞということで、はい、早かったこの短時間で。多分にいたします。はい、じゃあこちら5000円からということで、オークション形式。ダメですよオークション形式は。そう、今井さん今日はなんかつば九郎にたすきもあるんですよね。そうですね、一、はい、日事務所長ということでですね、はい、たすきを持ってきておりますので、はい、かけさせて一日これでしっかり横浜でなくこのツバメで仕事をしていただきたいと思います。そうですね、ツバメのイベント終わってから横浜が頑張れば途中から行けるかな。はい、ではお願いいたします。これつば九郎はそのまんまの体勢でいいんですかね。これたすき1個かけるだけでこんなに時間も食うもんなんですね。あ、またつば九郎サイズのいいたすきだ。一日信濃川河川事務所長、長が鳥ですからね。すごい、裸にたすき、うん、確かにそれと確かに裸にたすきなんですよ。なかなかセクシーでありますよね、裸にたすきというのはね。はい、そうか、やっぱりしっかりこうやって結ばないとね、取れちゃいますから。はい、これで装着大丈夫でしょうかね。はい、着きました、一日信濃川河川事務所長でございます。
では今井さんも並んでいただいて、これからまあフォトセッションという形ですね。はい、正式には半日、あ、それ半日なんだけどさ拘束時間の話ね。ではつまみ市の市役所の方、はい、お写真お願いします。はい、さあ皆さんも大丈夫でしょうか。あ、そうですね、客席の皆様の方々にも左側、右側、さらには、あ、こっちにもありがとうございます。はい、あ、後ろにも、信濃川にもありがとうございます。ぐるっと一周回っていただきました、ありがとうございます。さあ今井さん、今井さん、はい、これ具体的にはこの1日事務所長つば九郎、何をしてもらうんですか、つば九郎には。そうですね、今日は、信濃川河川事務所の一日事務所長ということで、まずはこの大河津分水のシンボルであります桜、この桜の植樹をやってもらおうと思っております。この後じゃあ植樹に行くんですね。はい、はい、でその植樹じゃないです、植樹桜の木を植える方、植樹じゃないです。そうさあそして続けて、その後ですね、この大河津分水路で今やっている令和の大改修という工事の現場を視察していただきまして、はい、その工事でこの大河津分水路でやっている工事の部品ですね、その部品に将来この次の100年に向けたメッセージを書いていただくと、そういったことをお願いしようと思ってます。別に工事の現場監督をしてくれってことではないです現場で、あ、そっち忙しい、そっちじゃないよ、こっちとか、そういうのはないです。現場監督はしないです。サインを書いてもらって、それどうするんですか。サインを書いていただいたものはですね、この大河津分水路の、まあ、川底に沈めるとちょっと待ってくださいよ、つば九郎にサイン書いてもらって川底に沈めるんですか。そう、縁起悪いよ、確かに大丈夫ですか。大丈夫です。その施設はですね、まあ、次の100年も大河津分水と一緒にこの地域を守っていくということでですね、はい、まあ、ヤクルトスワローズ球団も永久に不滅ですということでございます。なんかちょっと一瞬別な球団が呼びましたよね、永久に不滅で。おお、またね、川底なんていうとね、某阪神なんていうねところも、あ、そうですね、G と書きますG が沈むようにねかなり蹴りが入ってますけども、大丈夫、今年はもう G は沈んでますから完全に大丈夫ですよ。そのパーツ的にはどんな役割なんですか、川底に沈めるやつは。そのパーツはですね、この大河津分水っていう川はかなり川底がすごく削れやすくなってますので、はいはいはい、その削れるのを防ぐための大事な、非常に大事なパーツでございます。あら、でそのパーツにつば九郎に採用していただくと。はい、そうですなかなかで、また今日一日その事務所長ということで、なんか信濃川河川事務所さんの方でなんか名刺も作っていただいたんですよね、つば九郎のね。あ、今日はもう一日私の代わりに働いていただいて、はい、私が楽するために名刺もしっかり作ってきましたので、はい、あ、そう忘れた、そうなんですよ、名刺を作って、その本当の名刺サイズの名刺は持ってきたんです。ただやっぱこういったステージイベントだから、ちょっと大きめのこんな感じの名刺ですよっていうのを作ったんだけど、今井さんが忘れたらしいです。申し訳ありません。え、今井さんどこに忘れたんですか。事務所の方に忘れてきましたので、ね、すいません。ただちっちゃいやつは持ってきてますので、こっちじゃない事務所の方でね、はい、はい、でまた今日せっかくね、つば九郎を見に東京からもね、いっぱいいらっしゃってますんで、まあ、後ほどちょっと時間があったら、まあ、質問コーナーみたいな形を設けようと思うんですよ。で、質問していただいた方にその名刺を差し上げるってのはいかがでしょうか。いいですね、ぜひね、今日にしっかり PR を使ってやっていただきたいと思います。今日限定の貴重な名刺ですからね、はい、横浜行きなさいこの後行ける、間に合うから、みんな横浜間に合うから行けますからね、はい、まあ、そういった形ですか、今日一日。そういった形で一日お願いしたいなと思います。はい、じゃあつば九郎、せっかく一日事務所長になりましたからね、意気込みを一言まずお願いできますか。子供の声で反応しましたね、つば九郎。
まずギャランティーはですね、これ重要ですよ。これですね、あくまで河川事務所長の代理ということですので、うん、まあ、私の給料程度、1日の給料程度になりますのでご了承いただければと思います。私の1日の給料程度35万。こんだけもらってると嬉しいですね。確かに1日35万もらってたらね、つば九郎が大好きな麻布もいっぱい行きますから ね、 だいぶ交流できますよ。横浜でも遊べますよ。頑張ります。さあ今日一日頑張っていただきたいと思います。でも今井さん、せっかくですから、もう今からちょっと質問コーナー行く前に、今井さんからまずつば九郎に何か聞きたいことあれば、今だからこそ聞けますよ、ステージ上ですから。何でも来いっていう感じですよ。まずつば九郎は大河津分水を知ってますか？ここ大河津分水を知ってますか？今日のね、メインのお仕事ですよ。この大河津分水知ってますか？先ほど控室の本読んだ、はい、控室の資料に目を通してなんとなく存じ上げてますと。ありがとうございます。はい、さあどんどんあれば、どんどん聞いてもらえば、どんどん答えますよ。大河津分水はとりあえず控室の本読んで知ってます。うん、知ってます。そうですね、そうですね。特にないのかな、聞きたいことは。そうですね、私、まあ、そうですね、井上さんはプロ野球どこのファンなんですか？一旦 CM です。え、井上さんはどこのファンなんですか、プロ野球？私は生まれも育ちも兵庫県で。あら、ちょっと待って、嫌なフラグが立ってきたよ。いやでもまあまあまあね、まあ、兵庫でもでもいるとは思うよ、つば九郎。兵庫でも可能性はゼロじゃないと思うよ。一応聞いてみよう。今井さん、どちらの球団のファンなんですか？今3位ぐらいをうろうろしているチームが気にはなるんですけれども、私も今ここ新潟におりまして、ネコスタでヤクルトスワローズが来てくれるということで、ヤクルト阪神戦では三塁側に座っております。完全寄りは縦島ってことですか？縦島寄りですよね。これはちょっとつば九郎的には阪神どうですか、つば九郎ね。シーズン今年始まった時はめちゃくちゃ負けてましたけど、いつの間にかね追い上げてきました。頑張ります。あ、ちょっと若干テンション的に下がってるかもしれません。阪神ファンでしたか。ちょっとつば九郎がシュンとし始めたんで、ここは会場の皆さんのね、聞きたいことつば九郎にお答えいただいて、一気に場を明るくしましょう。これは今井さん、お願いします。ちょっと今かなりアウェー感がすごい強いのでですね、ぜひよろしくお願いします。はい、さあそして、マイクがもう一本あるので、じゃあこれスタッフの方に持っていっていただいて質問をいただきましょうか。はい、さあそれではつば九郎に聞きたことある方、早かったね、行きましょう。そのはい、はい、白い T シャツのではどうぞ。つば九郎先生、こんにちは。はい、こんにちは。今日高速道路に乗ってここまで来たんですけど、ちょっと途中で鳥を跳ねてしまいまして、すごくなんかつば九郎、自首しろ、すいません、自首しろ、すいません。まあ、それはそれなんですけど、聞きたいこといっぱいあるんですけど、はい、ちょっと一つにまとめられないんで、毎朝出かける、毎朝、会社に行く前に、玄関のところにつば九郎先生の一言があると、それを見て頑張れるので、何か書いてください。だって高速道路の取り跳ねた下り完全にいらなかったもん。これはもう自首しろですよね。ありがとうございます。はい、じゃあこれ自首しろ、じゃあスタッフの方から。そう、あ、名刺も、じゃあ一緒にお願いいたします。す
すごい、あれは完全にもう毎朝出勤前に自首しろを見て出勤するってことですね。はい、じゃあその他にもある方、はい、早かった。じゃあその1列目のつば九郎マスクをつけてる方いきましょう。あ、スイッチが入ってないですかね。先生おはようございます。ズバリ聞きます、いつ優勝しますか？おお、ズバリですね。今年のヤクルト、いつ優勝しますか？これはズバリですよ。さんとしたらね、なるべく早めにちょっと優勝してほしいもんね。チームの気持ちが一つになった時、重みのある言葉ですね。はい、チームの気持ちが一つになった時、きっと優勝するであろうと。特にいつとかそういうことではないんです。あ、でこちらの方も一緒に名刺と一緒に差し上げます。おめでとうございます。さあ次、はい、あ、はい、じゃあヤクルトのユニフォームを着てはいと言った男性の方ですね。まずは2000試合おめでとうございます。あ、そうですね、2000試合おめでとうございます。赤いチームの川田監督代行に一言お願いします。赤いチームの川田監督代行に、はい、赤いチーム、まあ、どことは言ってません、赤いチームです。川田監督代行に一言。申告敬遠ありがとう。そうですね、今ね村上さんがよくやられてますからね。はい、ではではおめでとうございます。さあじゃあ次はもう決めていただいて、あ、お子さん行こうかな、ちっちゃい子、あの帽子をかぶった子。はい、ではお願いします。なんていうの？あ、お母さんにね確認取ってますね。10したいです。ん？10したい。あら、ちょっとね10したいのは山々なんだけどね、今ちょっとねこのコロナ禍だからね。うん、濃厚接触でもいい？濃厚接触でも大丈夫？はい、大丈夫だそうです。じゃあこの今書いた紙を通じて濃厚接触ということで、はい、ありがとうございます。さあそれでは前の方に来ていただいてマイクを持って、では次の質問ある方どうぞ選んでください。私後ろの方がどこまで手が上がってるかちょっと分かってないので、はい、お願いします。2000試合おめでとうございます。おめでとうございます。もし万が一つば九郎さんが空中クルリンパが成功した場合、成功のボードは用意されているんでしょうか？はいはいはい、試合中ねたびたび行われるあのクルリンパ、あれの成功おめでとうございますというボードは用意されているのかどうか。はい、しないから用意してない。成功しない前提のクルリンパなんですね、あれは。はい、ありがとうございます。では、はい、そちらと名刺と一緒にお渡しいたしますよ。さあ、はい、あ、今はいって大きい声聞こえたな。誰だ？あ、君か、あの一番後ろの男の子かな。はい、めちゃくちゃ大きい声です。あ、前まで来ましたよ。クルリンパ見せてください。クルリンパを見せてくださいと。そうだね、あれだけ成功しないって言われてるからね。ああ、ギャラ次第です。じゃあ君に聞く、ギャラはいくらまで出せる？つば九郎さんのクルリンパに今お母さんを確認してます。ちょっと待って、一回お母さんに確認しに来ました。ギャラはいくらまで出せる？僕の1ヶ月のお小遣い、僕の1ヶ月のお小遣いだそうです。
高いんでしょ、お小遣い。お小遣いお高いんでしょ。いくら1ヶ月。500円。13時の会でやるよ。じゃあ13時の会でじゃあ君のためにクルリンパやっていただきましょう。すごい、めちゃくちゃいっぱい。タスキがねちょっとずれてきたと、直してくださいと。確かにやっぱり動くからね。はい、ではこちらと、お渡しいたしますよ。さあ、もうちょいいけるかな。はい、あ、次の質問で最後だそうでございます。ではどうぞ。ジュエーイとかいろいろ聞こえますけども、タスキを外したらクルリンパやるねっていう。お、じゃあラストは誰だ。あ、そこの方かな。はい、ではお願いいたします。スマクロー先生こんにちは。はい、こんにちは。先日150号を達成した村上選手に一言お願いします。確かに史上最速150号、ヤクルトの4番村上選手に一言。おせえよ、神宮で決めろよ。早いんだけどね、すげえ早いんだけど、それでも遅えよと。あとホームで決めろよと。いやー、頑畜なのお言葉でございました。ありがとうございます。さあ、今井さん、今井さん、はい、この後つば九郎はステージを降りてまだどこに行くんですか、所長は。まずはあの先ほどお話したあの桜の植樹が次のステージ。大体お時間だと 何時ぐらいかな、予定は。時間何時でしたっけ。今10時50分ですけど、午後2時半。もうすぐ開きますよ。まあ、あの休憩をしっかりね、あの大河津分水の本を読んでもらわないといけないですね。そうですね、あの楽屋に置いてあります分厚い大河津分水のまず本を読んでいただいて、でその後は食事そうですね、お昼ご飯食べていただいた後にまたステージこなして、でその後に食事でございます。ぜひ皆様今日一日つば九郎を応援よろしくお願いいたします。さあ、ここまでのお時間は今井所長、そしてつば九郎のステージでした。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ぜひまたつば九郎のステージ午後もございます。午後は1時から次は2回目のステージがございますのでね。ここはちょっと若干スロープになってましてね、降りるのが大変になってございます。はい、ありがとうございました。